日本エネルギー管理センターの YouTube をご覧いただきまして誠にありがとうございます。専任講師の西山です。今回は第2種電気工事士技能試験根ン表問題ナンバー2の作業解説動画ということで、えー、材料の確認から最終的な決戦、完成まで、えー、一括でですね、えー、お伝えしていきたいと思います、えー。少々長い動画になりますけども、ぜひ最後までご覧いただければと思います。なお、こちらの動画で使用するテキストに関しましては、 当センターの技能講習で使用しているオリジナルのテキストになります。実際の問題とは、えー、寸法など、えー、細かい部分が異なる可能性がありますので、その旨ご了承いただ,いただければと思います。えー、それでは、えー、早速、えー、公表問題ナンバー2をやっていきますけども、まあ、実際の試験の流れに沿ってですね、まずは、えー、こちらの支給材料の確認からやっていきたいと思います。 では少々ですね、ちょっと2画面にしていて小さいですけども、確認法をしていきましょう。まず、材料一覧表の一番上。600ボルトビニール絶縁ビニールシースケーブル、平型の青色2.0の西250ですね。はい。こちらがこの青い VBF ケーブルになります。続いて2番目。 600棒とビニール絶縁ビニールシースケーブル、平型の1.6ミ、mm、リの二芯、1150。VVF の16の二芯ですね。はい。こちらがこの、えー、黒白の,この長いケーブル。これが1 1 5 1メーター15センチですね。かなり長いですね。えー、続いて3番目、えー。もう省略しますが、VVF の16の三芯、800。はい。こちらの、えー、黒白赤の三芯ですね。これが、えー、800ということです。 続いて、ランプレセプタクルのカバーなしと、埋め込み連用タンブラースイッチ。要するに通常のこの片切りスイッチですね。はい。それと、埋め込み連用パイロットランプ。はい、こちらです。あとは、埋め込みコンセントの二口。はい、この一体型の二口のコンセントですね。今回これを使用いたします。あとは、通常の埋め込み連用コンセントですね。それと、埋め込み連用取付枠。まあ通称連用枠ですね。こちらが、 えー、一枚と。あとは、えー、リングスリーブの章が、えー、3つ。で、あの、実際のですね、試験の時には、こちらの多分段ボールにね、刺さってると思うんで、使う時に抜くようにしてください。あの、作業中どっか飛んでいってしまうと、ちょっとめんどくさいことになりますんでね。はい、えー、それと、えー、差し込み型コネクター。はい、えー、3本用ですね。はい、3本用が、えー、2つ。と、えー、4本用が1つと。 はい。ということで、これで材料の確認が終了です。あの、実際の試験の時には、この材料の確認の時間というのは、試験時間の前に取られますので、この際、必ず確認するようにしてください。では、材料の確認は以上になります。それでは、材料の確認が終わりましたので、えー、早速、作業本間ということですね。まあ、実際には、ここから40分間というようなイメージです。まずは、必ず施工条件の確認もしていきます。もちろんね、図面をパッと見て、 電源に2.5ドルに新を使うと。で、えー、ランプレセプタクルとパイロットランプがあって、接続箇所が2箇所ある。ね、で、えー、施工書力が1個あるから注意が必要だなと。あとは、えー、コンセントからコンセントに渡していくと。そういう回路なんだなというのが見るとわかります。では、必ず施工条件の確認をしていきましょう。まず、施工条件の1番の図に従って行うことっていうのは、これはまあ当然ですね。で、えー、2番目。はい、ここが大事ですね、この問題は。 パイロットランプは常時点灯とすることと書いてあります。あのちなみにこの常時点灯というのは試験センター様の公表問題ですでに指定されていることです。で、私はですね、講習中でこのようにお伝えをしています。パイロットランプ常時点灯というのは考え方として、パイロットはコンセントというふうにお伝えをしています。つまり、コンセントというのは電源の黒と白線をそのまま入れていきます。はい。 え、つまり今回はパイロットランプはコンセント扱いなんで、電源の黒白そのまま入れてあげてくださいねというふうに理解してくださいねということでお伝えをしています。続いて3番の条件は、これはまあ曲線が決まっている器具は曲線守ってくださいねっていうことですので、これはもう作業中にね合わせて説明をしていきます。はい、続いて4番。はい、これも重要ですね。 VVF 用ジョイントボックス部分を経由する電線は、その部分で全て接続箇所を設け接続、接続方法は次によること。はい。今回、接続箇所が2箇所ですけども、A がリングスリーブ、B が差し込みコネクタとなっております。で、これ見た瞬間にですね、この図面の方に書き込んでおきましょう。まあ、例えばですけども、私の場合は A がリングなんで、A にリングのリ。 B が差し込みなんで B に差し込みの差し。はい。このように必ず書き加えておきます。こうすることによって、えー、ミスがなくなりますね。はい。では続いて条件ですね。はい。今度5番の条件。埋め込み連用取り付け枠はパイロットランプ及びタンブラスイッチ部分に使用することとなっています。これはどういうことかっていうと、 あの、本来ですね、この問題って、電容枠が、今指定されているこの部分と、あともう一個、こちらの、埋め込みコンセントの部分にも使用するんで、本来2枚必要なんですが、1枚しか支給されてないんですね。なので、1枚しかないから、このパイロットランプとスイッチの部分に使用してね、というふうに言われております。で、まあ、これあの、人によってやり方違うと思うんですが、私の場合は、もうこの条件見た瞬間につけてしまうというふうに考えています。 はい。ではですね、えー、早速一番初めに、このパイロットランプとスイッチの部分に、連用枠を付ける作業、こちらの解説をしていきます。で、順番守んなきゃいけないんですけども、パイロットランプが上、えー、スイッチが下というふうになっております。では、えー、解説の方をしていきます。はい。えー、それではですね、早速、この連用枠へのパイロットランプとスイッチの取り付けについて説明をしていきます。はい。まず、連用枠ですけども、 これ、えー、上下があります。あと、裏表もありますね、まあ。取り付け方法については、優しく学ぶ電気工事シリーズの中でも詳しく説明しておりますので、そちらも合わせてご覧いただければと思うんですけども、はい。これ、えー、上下がありまして、えー、まず、上というふうに書いてある方。これを必ず上にすると。で、あとは、裏表という意味では、このように上という文字が書いてある方が表で、 えー、この平らな方が裏になりますので、この裏表を間違えないようにしてください。では、えー、取り付けていきますけども、まずパイロットランプに関してはですね、これはあの実は上下はありませんので、えー、そのまま付けていきます、はい。このパイロットランプの左側に、この電ンヨのこう左側のです、ね、突起を合わせて入れていきますと。で、えー、これ固定するんですけども、可能であればですね、 この、だいたい5.5ミリですかね。5.5ミリぐらいのドライバー。まあ、こちらの宝山さんのセットの一式の中に入ってるやつなんですけども、これがちょうどいいと思います。で、えー、どこにドライバー入れていくかっていうと、私は通称キノコというふうに呼んでるんですけども、この突起の部分ですね。この突起の根元の穴、ここに入れてあげて、ドライバーでねじってあげます。はい、今。 下の穴に入れたんで、左回りにやりました。あの、本当はね、上下やるんですけども、落ちなければ構えないので、片方でも大丈夫です。はい。じゃあ続いて、えー、スイッチも同様につけていきます。はい。で、つけたらですね、えー、横を見て、隙間がないこと、これを確認して、あと、外れないことも確認してください。 はい。えー、これで、えー、金枠上の取り付けが終了です。あの、場所を間違えないようにですね、初めにつけてしまうといいと思います。基本的にはこういう二つつくところに省略されることってのはないんですけども、課題によっては、金枠の器具全部一つなのに、一箇所につけなさいっていうことがありますんで、そうするとどこにでもあり得るんですね。その場合間違いやすいので、必ず条件見て、も忘れないうちにつけてしまうのが個人的にはお勧めだなというふうに思っております。では、施工条件の一番最後ですね。 えー、ランプレセプタクルは台座の引き込み口を書か,かずにケーブルを株から挿入して使用すること。この引き込み口を書か,かずにっていうのはですね、あの、最近条件としてなくなってきてることがあります。まあ、仮に割ってしまってもいいですよってことなんですけども、まあ、あの、割らないでもいいのだったら割らないようにしてください。まあ、ただ、あの、今までないですけども、もしかしたら、あの、引っ掛けで追加される可能性もありますので、まあ、そこは気をつけていただければと思います。ではですね、ここまで終わりましたら、次に、 はい。えー、寸法。切り出し寸法の確認をしていきます。はい。まず、基本的な寸法の考え方なんですけども、器具は1つプラス5センチ。接続部は、接続部はプラス10センチとなります。ま,あ、まず、共通として、接続部プラス10センチ。ミリ単位で言うと、プラス100ミリですね。はい。で、続いて、えー、器具1個プラス5センチ。例えば、えー、電源の部分については、もう、これはもう、プラス10センチして、それで終わりですね。何もないですから。 あと、こういう施工省略っていうのも、これも切りっぱなし、切ったままにしておきますので、施工省略もプラスの0です。はい。で、えー、続いて、えー、ランプレセプタクル。ランプレセプタクルは器具1個なんで、プラス5センチ、50ミ、mm、リです。はい。で、あと、結構ね、どうしようって悩む方いらっしゃると思うんですけど、この部分ですね。はい。 コンセントからコンセントをどうするんだってことなんですけど、原則通りだったら、プラス50。こちらもプラス50になります。はい。で、ただ、なんかここって不安感じますよね。<laughs> 大丈夫それみたいな。で、不安だったら、最後まで残しといて余ったやつを使ってしまっても構いません。あの、長くなるんですけど、寸法って長い分には落ちないんですよ。短くなっちゃうとダメなんですけどね。 はい、であと、えー、こちらのパイロットランプとスイッチの部分、これ、連用枠に2つ以上器具がつく場合っていうのは、まあ、第2種電気工事士に限って言うと、あえてですね寸法を考えなくてもいけるようになってます。まあ、もし真面目にやるんだったら、これ、プラス100なんですけど、プラス100で切っちゃうとね、結構きついのがありますんで、まあ、これはなるべく最後の方にね、お伝えしていきたいと思います。 では、作業としましては、簡単な部分からやっていきたいと思います。で、まずですね、この電源っていうのは、基本的には、ほとんどの場合、この部分しか電線使わないんですね。なぜかっていうと、2.0の2芯って他に使うところがないんですよ。なんで、ここは電線を切る必要がなく、ただ接続部分を向けばいいということになりますので、ある意味非常に単純な部分です。じゃあ、まずは電源の作成からやっていきたいと思います。 はい。えー、では、電源の方を作っていきますけども、はい。まず、えー、先ほど申し上げましたように、もうこれはそのまま使えばいいです。切る必要はありません。で、えー、今回工具として、こちらの宝山様の、えー、P958、こちらを使っていきます。はい。で、えー、接続側を向けば終わりなので、非常にシンプルですね。で、接続側に関しましては、図面を見ると、VVF 用ジョイントボックスであるということがわかります。丸に斜め線3本ですね。で、その場合は、 外装は10センチ剥きます。で、会社さんによって剥く寸法がちょっと違ったりするんですが、我々は、えー、外装は10センチで、えー、中の絶縁被覆は、リングスリーブ差し込みコネクタに関わらず、まずは2センチ剥いてくださいというふうにお伝えをしています。後で切ればいいんです、差し込みコネクタの場合はね。はい。じゃあ剥いていきますが、えー、このようにですね、短い電線剥く場合、 反対側をですね、ある程度こうやって曲げてあげた方がいいです。結構この抜けていってしまいますんでね。はい。じゃあ、向いていきます。まずは外装10センチです。はい。えー、ザさん、宝山様のストリッパ、ゲージがありますんで、このゲージに沿ってですね、えー、測っていきます。はい。10センチですね。10センチ測りまして、で、えー、これ2.0の二芯という部分がありますんで、ここで向いていきます。少し軽く斜めにかませて、反対側にひねると。はい。 でそうすると隙間ができますんで、スッと剥くことができます。結構ね、2.0はね、少し固めなので、はい。これで剥くことができます。はい。で、えー、電線の方はですね、この先端の部分、ここが、えー、先,先っぽの3つの長が16、手前が2.0ですから、これ2.0。こちらで剥いていきます。はい。で、電線剥く寸法なんですけども、2センチは、 これちょっと裏面の方にですね、ここにゲージがありますんで、まあ、これで、えー、2センチ。ちょっとズームしますね。はい。この、今見えてるこのゲージの部分、この2センチのところで測るとよろしいかと思います。はい。では、えー、向いていきたいと思います。はい。えー、2センチを測りまして、で、2.0の部分。はい。ここで噛ませます。で、これは噛ませて、これで受けちゃいますね。で、 えっと、絶縁被覆なんですけども、ストリッパーで剥くときに少し傷がついても大丈夫です。ただ、電線が見えたらアウトなんで気をつけてください。はい。で、えー、電線の方もですね、多少表面が傷ついても問題ありません。折れなければ大丈夫です。はい。じゃあ剥いたらですね、こうやって、えー、根元の部分で、あの、v v f 用ジョイントボックスの場合は、根元の部分で立ち上げていくのがこうやっておすすめです。じゃあこれで電源線が終わりになります。 では次の作業ですけども、えー、今回お勧すすめするのは、この施工省略の部分。ここというのは、寸法通り電線を切り出して、あとは接続側を向けば終わりなんですね。なんで、すごくシンプルなんですよ。で切り出し寸法としては100、もともと出来上がりが100、プラス100なんで、200、20センチですね。16の二芯を20センチ切って接続側を向けば終わりということで、すごくシンプルな作業になります。なので、えー、ここを2番目にやると。 いうようなイメージですね。はい。では、えー、やっていきたいと思います。はい。えー、電線の切断に関しましても、こちらの P958、すごく切れ味がいいです。はい。20センチなんで、これ表面のこの20っていうね、メモリがありますんで、この20から、この絵の先端まで、ここまでが20センチなんで、ここで切っていきます。できるときは、この根元の部分ですね。はい。 で、これで切り出せましたんで、あとは接続側を向いていきます。はい。同じく VBF 用のジョイントボックスなんで、10センチ外装、2センチ同線にするですね。反対側ちょっと曲げておきます。はい。じゃあ、ここからサクッといきたいと思います。はい、結構ね、短めに感じますけどね。10センチ外装。で、今回は16なんで、16の2芯のところで向いていきます。 で、えー、先端2センチ同線。で、今回も16なんで間違いないように先端でやっていきます。はい。これで、えー、施工射力の部分が完成になります。はい。えー、次にですね、比較的簡単なのは、 この AB 間の三振ですね、ここというのは特に器具をつけるわけじゃないんですよ。なので、出来上がりが150で、両端プラス100、えー、150プラス200で合計350を切って、で、えー、両方とも10センチ外装2センチ同線、10センチ外装2センチ同線と、やれば終わりということで、すごくシンプルなものになります。では、AB 間の三振を作っていきましょう。はい、えー、ではですね、三振350ですね。はい 350なんで、200プラス15。はい。ということで、えー、切っていきます。はい。これで OK ですね。はい。それではですね、両端を10センチずつ剥いていきます。で、えー、三芯ですから16、16×3 のとこですね。ここで剥いていきます。 で、えー、先端は2センチ導線。で、3本まで同時に向けますんでね。で、これ、かませるところを間違えると電線切ってしまいますんで気をつけてください。で、向いたらこうやって曲げておく。はい。で、反対側も10センチ外装2センチ導線。 ここれで、A、AB 間のが完成とということになります、はいえー。次の作業なんですけども、ここからはですね、ちょっと順番が人によって変わってくるかなと思うんですけども、まあ、さっきお話ししたように、ちょっとここの寸法が心配なんだと、これ見ると150、150プラス50たす50で250、え25センチでいいの ってなってしまいまいすよねそうでこういうところに不安を感じる方は、えー、あえてですねここ、後回しにしとくのもありです。まあ、そうすると、ここ、はい、ここ作っちゃってもいいかなって気がしますね。はいこちらは、えー、出来上がりが150、で、接続部100、で、器具1個なんで、合計300なんですね。じゃあ、300ちょっとここ切り出して作っていきましょうという感じでやっていきましょう。 はい。ではですね、えぇ、ー、2進を300切っていきます。はい。えー、そうしましたら、えー、金枠に、金枠器具、器具、実際ではこれ二口のコンセント金枠器具なんですけども、こちらにつけていきます。で、えー、金枠器具なんですけども、外装を剥く寸法ですが、金枠器具の ちょうど真ん中。で、実際にね、さっきつけた、この、パイロットランプとスイッチと比べるとわかるんですけども、この二口のコンセントってちょうどこの真ん中に位置するんですよ。カナわクの。で、真ん中につ、真ん中につけるときは、えー、8センチでおすすめをしてます。8センチでおすすめします。外装8センチです。で、電線むく寸んなんですけども、はい、ちょっとズームしますけども、はい、えすいません。ちょっとね、あのー、 あまり画質が良くなくて分かりづらくて申し訳ないんですけども、これストリップゲージっていうのがあるんですね。まあ、ここに沿って、えー、電線やるっていうのがありなんですけども、こういう金置き器具だったら大体1センチぐらいで間違いないので、まあ、1センチで覚えてしまっても構いません。なぜかっていうと、このパイロットランプとかスイッチって、器具によってなんか2ミリぐらい下がるんですけど、これ1センチで共通、共通で考えちゃって問題ないので、もう1センチとして覚えてしまいましょう。はい。ではですね、申し上げましたように、 コンセントの方は8センチ外装、1センチ導線という形で作っていきたいと思います。はい。では、やっていきましょう。じゃあ、8センチ。8センチなんで、えー、裏面ですね。ここに8っていうゲージがありますから、ここで測ります。で、8センチ外装で、で、先端は1センチぐらい電線と。多少ね、ズレがあっても、まあ問題はないです。 気持ち悪かったらちょっと切っちゃってください。ずれたらね。はい。これで、えー、出来上がりましたんで、刺していきます。で、コンセントはですね、必ず、W と書いてある方に白を入れます。で、この二口のコンセント、ね、これ右側が縦の2本がダブルです。縦、2本っていうか2つの穴がダブルですね。共通ですね。これ繋がってます、中でね。はい。で、今回、上からね、器具が入ってきます。で、これももちろんね、上下書いてありますから、守ってください。 はい、なので、上から入ってきて、はい。右側に白。左側に黒ということですね。はい。で、差し込んだら、えー、もう電線が見えないようにとう意識しとけば間違いないです。あの、なんか2ミリまでとかっていうのはあるんですけど、そんなに攻めてらんないんで、えー、見えないように。で、もちろん抜けたらダメです。で基本的には、1センチで電線にして差せば間違いないですので、はい。もうそしたらもう基本的には見えない。 抜けない。はい。これで OK です。そうしましたら、接続側は今まで通り、はい、えー、10センチ外装、2センチ導線でやっていきます。はい。えー、これでですね、えー、完成になります。はい。ということで、えー、これでですね、二口のコンセントがついたわけですけども、じゃあ次どうしようかということなんですが、 はい。ま、あの、作業の難易度的には、難易度的には、まあ、この部分が楽なんですよ。二つ、えー、コンセント両端につければ終わりなんで。で、ただ、ね、寸法どうしようって悩んでしまうと思うんですよね。で、えー、っと、じゃあ今回は、そういう寸法に悩んでしまう、不安に感じてしまう方のための、ちょっとイレギュラーなやり方を説明します。あの、てッ、えー、マニュアル通りだったら、これもちろんね、 えー、150、50、50で、えー、250、250、25センチ向いて、えー、やるのがね、いいんですけどもね。はい。で、えー、じゃあどうするかっていうと、残ってる部分って、この部分とこの部分なんですね。なので、えー、先にランプレセプタクル用の電線切っちゃうんですよ。まあ、そうすると150、150プラス50プラス100で300ですね。 なんで、今残ってる16の二芯から300切って、残ったやつをここに使うというやり方でもいけますよっていうことですね。じゃあ,あ、の、まず、300切ったらどれぐらい残るかっていうのをね、じゃあちょっと見せていきましょう。はい。はい。えっ、ー、と、これが今ね、残ってる二芯なんですけども、じゃあここからね、300切り出していきます。はい。今これ300切り出したやつですね。 でそうすると、残ったのが、これなんですけども、200、200プラス、100ちょいで、300ちょい残ってるんですよ。まあ、これぐらいあれば足りるでしょってことで、これで作ってしまっても構いません。な、なんでかっていうと、長くて持ちないで。ただ、もしじゃあ、本当にね、250でやって足りるのかっていうのを皆さん気になるところなんで、ま,あ、まず、これで作るっていうのもありですよ。ただ、えー、私一応の、まあ、見本としてね、作ってみまって、ちゃんと250でやっていきましょう。はい。 えー、200プラス50で250ですね。はい。まあ、これが、えー、マニュアル通りの寸法になります、はい。じゃあこれでやっていきましょう。で、えー、この連用枠ついてないコンセントどうするのって話なんですけど、これはですね、省略されてるだけであって、本来は連用枠のこの真ん中につきますんで、ついてると仮定して、 8センチ思い切って剥いてください。結構不安に感じますけど、実はちょうどよくなりますので。はい、じゃあやっていきましょう。8センチ外装。1センチ導線。はい。で、刺しちゃうとやりづらいかもしれないんで、反対側もやりましょう。 反対側っていうのはさっき作ったこの二口のコンセントに刺していくんですけど同じですよね。はい。横から刺すだからとか気にしなくていいです。8センチ外装。1センチ導線。はい。じゃあこれで両端向き終わりましたんで刺していきましょう。 じゃあ、まずね、この、普通の単品のコンセント。はい、刺していきましょう。これ、えー、裏から見ると、右側に W って書いてありますから、W の方に白ですね。まあ、上下どうなのかっていうと、まあ、コンセントね、もちろん上下あります。はい。でちょっとね、見ていきますと、これなんか、電圧と電流がね、書いてあるんですよ。ね。まあ、基本的には、上下合わせれば、左側が長い穴になりますんでね。はい。なんで、裏にすると、右側が W です。 なんでこちらに白を刺していきますはい、どうですか8ンチだけど意外とね余裕余裕っていうかあのそんなにダブダブでもないんですよね、はい、じゃあ、えー、と続いて二、はい、口のコンセントの方こっち刺していきます はい。で、刺したら気をつけていただきたいのが、表にした時に左側ですね。表にした時に左側に来るようにしなきゃいけないんで、そこ注意が必要です。はい。じゃあ大体ね、これどうでしょう。8センチね、えー、向いて作ったんですけども、そんなに不格好じゃないですよね。驚くほどね。はい。で、寸法的にはどうなのかっていうと、これ中心から中心測りますから、どうでしょう。ちょうどね、ぴったり150ぐらいなんですよ。 ぴったり150ぐらい。はい、そう意外とね、ちょうどよくいくんですね。はい。じゃあ、これでね、コンセント関係はすべて完成になります。はい、えー。残る作業は、このランプとパイロットランプ、スイッチの部分なんですね。まあ、どっちがいいかっていうのは人によってちょっと好みが分か,る分かれるんですけども、まあ、今回このパイロットランプとスイッチの方、先にやっていきたいと思います。はい。 で、えー、こちらですね、えー、電容枠のところに、パイロットランプとスイッチがついています。で、この場合はですね、渡り線というのを使うんですね。で、この渡り線の作業っていうのは、やっぱり電線に余裕がないとちょっと怖いので、残った線を使っちゃえばいいんですよ。で、もう実際16の三振って、まあ、2箇所しかなくて、もうこっち作ってありますから、あと残りなんですね。で、実際この800から350を取ってるんで、はい。 えー、そうすると450残ってるんですよ。まあ、そんだけあれば十分でしょという形なんですね。はい。で、今回この渡り線というのを使っていきますんで、えー、やっていきましょう。はい。えー、こちらが、えー、残った線ですね。450残ってます。で、渡り線なんですけども、はい。えー、今回このパイロットランプがコンセントとして扱います。なんで、えー、我々の場合はですね、まずコンセントに黒と白を直接バンと入れてしまうと。 で入れてしまって、そこからスイッチに渡していくというやり方をしていくんですね。で、渡りとしては、はい、えー、コンセントとスイッチ共通なのは黒ですね。なので、黒の渡りが必要です。渡り線の長さに関しましては、このように、金枠上下に器具が付いているときは、渡りの台というふうに我々呼んでいて、8センチ必要になってきます。じゃあ、8センチどう取るかっていうと、まあ結構ね、ワイルドなやり方なんですけども、もう思い切ってですね、8センチこうやって外装を向いちゃいます。 で、剥いたら、切り落とします。いや、結構勇気が必要ですよね。はい。で、えー、今回黒しか使えませんので、赤と白は除外しておきます。はい。で、剥いたらですね、両端1センチずつ電線にすると。はい。そしたら、現物合わせですね。えー、一応ですね、黒ポチち側に黒って覚えておくよといいと思います。西の場合はね。 で、こうやってこの字型に刺し,していくんですけども、まあだいたいいい感じですよね。はい。はい、これで渡り線が完成です。そしたらですね、えー、また、えー、プラスで向いて刺していきます。で、外装を向く寸法なんですけども、今回ですね、下からこう電線が入ってきます。そうすると、パイロットランプに刺さる方が遠いんですね。で、えー、遠いところに刺す場合の外装は、 10センチでお伝えしてます。真ん中は先ほど8センチとお伝えしました。で、手前がまあ大体6センチぐらいということですね。なんで、10センチ外装を剥いていきます。はい。で、そしたら、はい。黒と白だけですね。はい。黒と白だけ遠くまで刺さりますんで、赤は外しといて、 はい。で、1センチ電線。して、もう渡り刺してますから、曲線間違えないように。はい。左側に黒。右側に白ですね。はい。こうやって刺していきます。で、えある程度、こう、形を作っていきます。で、赤はどうするかっていうと、もう、このスイッチに刺せばいいわけですから、もう現物合わせで、 まあ、こんぐらいあれば足りんじゃないのという形で切っちゃって刺します。で、もしね、怖かったらもう長いまま刺しても落ちはしません。落ちはしません。別に。はい。で、本当はね、よくね、近い方に刺しなさいっていうふうに言うんですけど、まあ別にもうこれで終わりですから、遠くに刺しちゃっても問題ないですよ。はい。 これで、えー、器具の方はつきましたんで、あとは接続側、やはり10センチ外装、2センチ導線ですね。 はい。これで完成です。ちょっと長めになりますけども、別に長くても落ちはしません。でもしね、寸法を合わせたかったら、中心から、ね、出来上がりの150を測ってってやってもいいんですけど、まあ、そこまでね、合わせる必要もないと思うんで、まあ、これはこれでいいでしょうということであります。 はい。では、最後の器具、ランプレセプタクルです。このランプレセプタクルに関しましては、個別の作り方の動画上げてありますので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。なので、今回はね、手順だけザーっとね、見ていくような流れでやっていきたいと思います。で、これ、えー、切り出し寸法としては、えー、150プラス50プラス100で、えー、300ですね。まあ、先ほどの手順でね、ちょっとあの、流れでもう先に切ってありますけどもね。はい。では、やっていきたいと思います。 はい。えー、それではやっていきましょう。じゃあ、あの、最速の手順でやっていきたいと思います。はい。まず、えー、外装ですが、4センチ剥きます。はい。そしたら、はい、先端ですね。ちょっと沿ってないな。先端ですね。2センチ銅線にします。 はい。で、ここからですね、まあ、2本同時にやってもいいんですけど、ストリッパー使ってやる場合は、1本ずつの方が個人的にはいいかなと思ってます。はい。そしたら、えだいたい、2ミリぐらい、2ミリぐらい隙間を空けて、垂直にこう曲げていきます。曲げたら、先端をストリッパーの、だいたい、つる口の真ん中ぐらいでつか、掴んで、こう、ぎゅっと輪にしていきます。 で、途中でねきつくなると思うんで持ち替えちゃってはいこんな感じですね白の方も同様2ミ、mm、リぐらい隙間を開けてつまんで垂直に曲げるで先端の真ん中あたりを掴んであげてはいギュッと輪にしていくはいこれで大体いい完成ですねはい、ではねつけていきますけどもはい つけるときなんですけども、曲線これ間違えたアウトです。えー、これ、受け金ねじ部外側の金物の方に白を入れるということで、これ今ね、私あの、作った形だと、ちょっとね、右側が白になってるんで、まあ、ランプの場合はこうやってひっくり返せますんでね。はい。あと、もう一つ注意点が必要です。輪の向き、これも大事です。輪の向きは必ず右巻きじゃないといけません。で、まあ、白逆向きになってますね。なんで、この場合は、 えー、ペンチでね、こうやって掴んで、ひっくり返してあげれば、右巻きになります。はい。ではね、事前にある程度、こう、形を整えてあげて、止めていきましょう。はい。じゃあ、やっていきます。で、必ずこの穴ですね。穴にこうやって通していきます。では、えー、つけていきます。 でこの段階になって初めてネジを外してくださいあ,のあらかじめねネジ外しているとどっか飛んでってしまうのでこの段階で外すようにしてください、はい、じゃあつけていきます でこうやって指のね、先っぽにこうやって当ててあげると結構やりやすいと思います。でちょっとね、輪がね、小さいなと思ったら少しストリッパーで広げてあげてもいいと思います。ただ広げすぎるとね、それはそれでちょっと問題なのではい。で、片方ね、ある程度入れたらもう片方もつけちゃった方がいいと思います。 はい。これで、えー、完成になります。じゃ、ちょっとね、ズームして注意事項を説明していきますと。はい。まず、この、ネジにですね、この絶縁皮膚がなるべく触れないように。あの、噛んじゃダメってことなんですけども、触れてたら噛んでると見られる恐れもありますんでね。で、かといって、この電線が5ミリ以上外に出てもダメなんで気をつけてください。で、もちろんね、輪が大幅にはみ出してると、ビニョーって出ちゃってると、それもそれでダメです。ちょっと基準が明確に書いてないんですけど、 はみ出さない方が安全でしょう。少しぐらいね、チラッと見えてる部分にはいいと思うんですけどね。はい。で、昔はこの外装の切り口を上に出せって言ったんですけど、出すまでは別にしなくてもいいです。ただ、4センチ向いて2センチ電線ってやれば、まあ、ちょうどいいぐらいに収まりますんでね。はい。そしたら、接続側も向いていきます。はい。えー、10センチ外装、2センチ導線。 はい。えー、これでですね、す、え、べ、ー、ての材料が揃いましたんで、えー、器具を配置して接続ということに入っていきたいと思います。はい。まあ、改めてですね、これ、単線図見ますと、まあ、この順、まあ、これ私が今回作った順番なんですが、あくまで参考ですよ。はい。電源作って施工省略。はい。で、AB 管。 で、えー、二口のコンセント、で、その後、コンセント、で、えー、パイロットランプとスイッチ、あとランプレセプタークと。この順番でやっていきました。で、改めてここで確認してもらいたいんですけども、接続場所 A、B2 箇所あったら、右側が差し込みなんですね。で、あの、これね、賛否両論あるのは承知の上でお話し,しますと、私はリングも差し込みも、まずは2センチで剥いた方が結果的に早いと思ってます。はい。で、なぜかっていうと、切るのは簡単なんで、 で、むく時に、えっときに、ここは差し込みだけって考えて、手が止まるよりはさっさとやっちゃった方が早いと思うんですね。で、こうやって2箇所に分かれている場合は別に、まあ、あらかじめむくときにやってもいいんですけども、問題によっては、接続箇所が1箇所で、えー、4本接続だけ差し込みとかリングとか、そういう条件があると、もうちょっとね、考えてらんないんですよ。なんで、先にもとりあえず2センチく、2センチ、電線にするっていう癖をつけた方が、結果的に早いと思ってます。もちろんね、いろんなご意見があると思いますけどもね。 はい。ではね、えー、ちょっと画角の関係で、あの、接続箇所しか映らないんですけども、えー、器具の方、配置を終わってますんで、じゃあ接続の方やっていきましょう。はい。今、このように揃えてありますけども、で、えー、この時にやるのが、今、右側が差し込みと分かってますんで、この段階で、右側でつなぐ熱線全部ですね、1.2センチぐらいに切り揃えます。で、こちらの、宝山さんのペンチなんですけども、これ、ジスマーク適合しているペンチで、 150っていうのがだいたいペンチの幅が、えー、だいたい1.2セン1.1ちょいから1.2センチぐらい。で、175っていうやつが大体1.2から1.3センチぐらいなんですよ。で、このペンチの幅で切り揃えれば一番ちょうどいいんですね。はい。1センチだとちょっと短すぎるんで、はい。なんでこれ、まあ、ペンチの刃をね、いつもと逆向きにして、差し込んでだいたいこれぐらいの幅でバスンと切っちゃえばね、これで終わりなんですよ。 あの、実適合してないペンチの場合は、あの、幅がまちまちなんで、そこは各自ですね、お持ちのペンチを確認してください。で、175の上に200ってペンチもあるんですけど、そうだとちょっと長すぎかな。はい。まあ、宝山さんの、この、工具セットの中のペンチ使えば間違いないです。はい。そこそこ切断力もあるし。はい。これで OK ですね。 で、確かに分かってたらね、先に向いた方が早いっちゃ早いんですけど、もしね、1.2だと思って2センチだってもなったら最悪なんで、はい、向き直す方が大変ですからね。はい。ではですね、これで配置が終わりましたんで、早速接続をしていきます。で、我々の講習会では、複線図を使わないでやるというのを説明していきますでね。はい。では、これから接続の方に入っていきたいと思います。 はい、えー。接続の基本的な考え方なんですが、まあ、こちらですね。あの、おセンターの、技能講習で、えー、切り出し寸法の考え方とかまとめてあるプリントの一部なんですけども、まあ、この手順で接続をしていきます。まず、えー、ニュートラルの白線。この場合は、スイッチからの白を除い,いて白を繋ぐというふうにお教えしています。まあ、これは、あの、ほぼ全部で使えます。ほぼで、ね。で、続いて、ラインの黒線、非接地側。 こちらは、えー、使えないものもありますが、照明負荷からの黒線を除いて黒をつなぐと。で、最後、えー、送り線は、えー、各スイッチから指定の各負荷の黒線へということで、まあ、これは、えー、同じ文字同士ですね。残った線を同じ文字同士、例えばイだったらイ、ロだったらロとつないでいくというふうにお伝えをしています。で、今回もですね、この手順に従って実物を使ってつないでいきたいと思います。はい。ではさ、早速ですね、接続をしていきますけども、 まあこのようにですね、接続箇所が2箇所ある場合は、えー、この電源の反対側、深側の方からやっていくのが個人的にはおすすめです。まあもちろんいろいろ賛否ありますけどもね、個人的にはおすすめです。はい。で、えー、つなぐときにですね、こうやって全部ね、倒しておくですね、一回ね。倒しておくのがね、これ分かりやすくするためのコツなんですよ。はい。えー、とではやっていきましょう。まず一番初めが、えー、スイッチからの白線を除いて、えー、白をつなぐということで、はい。 今ですね、こちらスイッチなんですけども、この白ってスイッチには入ってないんですよね。コンセントなんで、そうすると、右側見ますとですね、スイッチの白っていうのがないんです。だから、白は全部繋ぐっていうことで、えー、白をね、全部立てていきます。はい。もしスイッチの白があれば、スイッチの白は立てないという感じですね。はい。なんで、えー、こっち白があるってことは、まあ当然ね、 左からもう白を送ってこなきゃいけないよねってことで、はい、白を全部立てていきます。で、右側はこれ差し込みコネクタなんで、これ4本用ですね。これ1個差していきます。はい。で、差し込みコネクタは差し込んだらですね、こうやって必ず 先端に電線が見えるように差し込んでください。二次分の差し込みコネクタって結構先端見づらいので注意が必要です。はい。で、繋いだらですね、これ一旦こう倒しとくというのがおすすめですね。はい。で、えっと、まあ、これ流れはね、いろいろ人によって違うと思うんですけど、私の場合は一個一個の手順で、えー、末端側、電源側、末端側、電源側というふうにやっていきます。はい。まあ、別にこれ通りぴったりやる必要はないですけどもね。 はい。じゃあ続いて電源側。はい。こちらも、えー、スイッチの白を除くんですが、今回スイッチの白がありません。はい。なので、えー、白を全部立てていきます。で、この白のですね、3本接続が結構きついですよ。はい。で、えー、今回ですね、えー、せっかくなので、この、宝山様の出してる、この、合格クリップ。これを使ってやっていきます。はい。で、これね、クリップで、えー、止めとくと。 広げて、こうやって止めるとですね、手がね、離せるんですごく楽なんですね。本当におすすめです。はい。で、この止めるときはなるべくですね、この切り口を揃えるようなイメージで止めておいてください。はい。で、そしたら、リングスリーブ通していくんですけども、これ2センチでね、切っていれば、基本的にはですね、こうやって差し込んでいって、はい。この上下に電線が見えるように、はい。 上下に電線が見えるようにやっていくっていうのがポイントです。はい。上、これ3本とも電線見えてます。で、下も3本とも電線が見えてます。これがポイントなんですね。上下に見えるようにする。はい。そしたらね、圧着をしていきます。はい。これは、えー、3本で小ですからもう小ですね。はい。小で圧着します。で、圧着はなるべくこのリングスリーブの真ん中あたりを狙うようにして。まあ別にずれてもいいんですけども、リングから,リグから外れちゃうとダメなんで。 はい、真ん中ぐらいを狙うようにして止めていきます。はい、で止めたら、あの私、結構、ね、忘れっぽいんで、えー、この段階で,です、ね、この先端の飛び立った電線を切っちゃいます。でこれなるべく、ね、ピンチ使ってください、なるべくね、はいで。このリングスリーブの基準なんですけども、まず、えー、先端ですね、えー、3本だったら3本、電線が見えること。で、 下は1センチ以上出ちゃダメなんですけど、そもそもリングスリーブがだいたい1センチぐらいあるんですよ。で、2センチで向いてて、下1センチ出たら先端電線出ないんですね。だから先ほど上下に電線見えるようにってやったんですよ。今何センチかなとかって考えるのめんどくさいんで、こうやってお伝えしています。はい。で、繋いだらこれ外して、なるべくね、刻印が見える方向に倒すといいですよ。こうやってね。はい。じゃあ続いて、今度は電源の黒を繋いでいきます。はい。 電源の黒は照明器具の黒を除く。で、ここで結構間違いやすくて、これ右側ってこの施工手力これランプなんですよ。だからこれ照明器具なんですね。だからこの黒は倒しときます。で、残りの黒を立てていく。はい。立ちます。立ちます。で、立つってことは左からもう送ってこないと当然ダメなんで。はい。で、これで3本の接続ですね。こっちは差し込みコネクタなんでただ差していけば大丈夫です。 しっかりとね、先端に見えるまで差し込んでください。あと、これ一本一本ね、差していった方がいいですよ、絶対に。結構この日付は硬いので、本当にしっかり見えてるか確認してください。刺さってると思って見えてないと、これアウトなんでね。はい。はい、じゃあ、そしたらね、今度は、えー、電源がですね、はい。こちらも照明器具の黒を除きますと。そうすると、 ランプの黒を倒した状態にして、残りの黒2本を立てていきます。はい。で、2本ですね。まあ、2本だったらね、まあ、合格クリップつかなくてもいいですけどもね。はい。で、これ、通していきます。はい。上下に電線が見えるように。で、ここ注意ですよ、圧着。2本だから、この一番先、丸でやっちゃうところでアウトです。 2.0と16なんで、小です。これが一番間違いやすいポイントですね。しかも慌ててるとね、分かっててやっちゃうんですよね、これね。はい。そしたら、まあ、あと簡単ですよ。もう、末端側とかやらなくてもいいですけど、じゃあ、一応末端側から行きましょうか。はい。あと、電線3本しか残ってない。 3本っていうことは、もうこれ全部つながないとね、余っちゃいますから、じゃあつないでいきましょうと。はい。ちゃんとね、先端電線見えるようにですね。はい。で、えー、左側これ2本ですね。で、 これは162本ですね。162本。で、あの、さっきね、合格リップ使ったんですけど、合格リップ使わない入れ方申し出します。あの、2本だったらね、これの方が早いかもしれない。で、特に間違いにくいんで。はい、今回162本なんでこれ16、この1 6る2はい、ここでもう、リング水分ね、かましてます。軽く。軽くですよ。軽くかましてます。で、その状態で、こう、片手でね、こうやって電線をつまんで押し込んでいきます。 でいいとこまでいったなぁと思ったら、もう握っちゃう。ぎゅっと。はい。で、切っていくと。はい。これで接続完成ですね。で、つないだら必ずですね、ちょっと見えるかわかりませんけど、これ、刻印が、えー、小とか丸とかね、ちゃんと確認をしてください。はい。これが丸。 で、ちょっと見づらいですけど、小。はい。で、これも、小。はい。で、差し込みコネクタもね、全部先端に電線が見えてる。はい。で、もちろんね、外に、こっち側で、ね、電線見えちゃダメですよ、これ。はい。これも先端見えてて、出てないという形ですね。はい。これで、えー、作品がすべて完成という形になります。 え今回ですね、複線図を使わないでやるやり方をお教えしました。で、あの、実際ですね、作業の時は複線図、えー、書かないでね、できるようにしておくとすごくいいんですけども、ただね、あのー、練習の時、練習っていうか正確に言うと、こうやって作業できる場所があればいいんですけども、あの、場所ができないところでもやっぱり少しは練習したいという場合は、ぜひ複線図書いてください。てか逆に言うと、複線図書くっていう勉強もした方がいいです。なぜかっていうと、複線図書くっていうのはこの決栓のシミュレーションなんですね。 あの、動画の概要欄の方にも、この伏線図解説動画のリンクもちゃんと入れておきますので、えー、決戦の、えー、シミュレーションでは伏線図は最強です。ただ、当日は時間がないから書かないっていうだけ。時間がないから書かないというだけ。たっぷり時間があればむしろ書いちゃってもいいんですけども、時間がないので書かないというのが理由です。はい、ということでですね、これで、えー、好評問題ナンバー2の 作業解説動画終了となります、えー、今後もですね、えー、ナンバー3、ナンバー4と順次動画アップロードしていきますのでぜひそちらも合わせてご覧いただければと思いますそれでは、えー、今回はここまでとさせていただきます最後までご視聴いただきましてありがとうございました日本エネルギー管理センターの YouTube をご覧いただきまして誠にありがとうございます 当チャンネルでは電気工事士、電験三種を受験するためのお役立ち情報が満載です。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。